これがハードコアロングビル 90SP ですね。一般的なロングビルミノなんですけど、この低水温時期っていうのはすごく効く時があるんで、まあ今これから初冬を迎えて冬で早春までの期間ではすごく重宝するルアーですね。だいたいこれ先行が12ポンドで 3.5m、 フルキャストで 3.5m 前後ぐらいですね。で、まあ僕的な使い方で言うと、まあ2種類、まずフルキャストして最大水深まで入れてから、あとは最速巻き&ストップ最速巻き&ストップのその緩急ですね。まあジャークはしないんですけど、イメージ的にはジャークベイトを深いレンジでやる。大体かなり、そうですね、もう最速で5回転ぐらいリールをで、ストップはまあその時によるんですけど1秒2秒でも十分です。で、大体ポーズの時に必ずバイトは来るんで、あの特にね、この秋の終わりから冬の始まりっていうのはまだ早いルアーに反応するんで、反応するんですけど追いつかないっていう時があるんで、その時のストップっていうのはかなり効く釣り使い方ですね。で、あとは、最低水温になってから早春はやっぱり今度早い動きには追いつかないんで、スタートは一緒です。フルキャストして最大潜航まで3メーターぐらいまで潜らしたら、あとは今度ポンプリトリーブですね。いわゆる竿でピロ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 ストップ、ピロ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 ストップで、これも必ずストップの時に来るのが大きい魚ですね。まあストップした時に、そうですね、スプリットショットやってるようにグーンって持ってったり、コンってちっちゃい当たりだったりとか、まあ春の定番の使い方です。で、私の今日のタックルはですね、ロードランナーボイスハードベイトスペシャル 680L L パワーですね。まああんまり強すぎない方がやっぱりそのルアーの引き代っていうんですかね、ルアーのアクション、ルアーの動きっていうのがつかみやすいんで、これくらいのタックルがいいと思います。で、ラインは、フロロプラスの12ポンドこれも感度重視ですね。で、やっぱりウィードスタックするしたりする時もあるんで、その時にパシッと切りやすい超高感度のフロロカーボンラインを使ってます。で、まあリールはあのハイギアでもローギアでもこの釣りはどちらでもいいと思うんですけど、僕はリズムがつかみやすいんで、ローギアの 5.8 を使ってます。まあこれからの季節出番が多いこのハードコアロングビルミノー、まあ皆さんも使ってみてください。